右から引き返す、ゴール前、杉浦恭平落ち着いて仕留めました。左足一閃、金沢先制、1対0。最後は杉浦恭平、今シーズン 4点目。一旦林選手がここで降りてきてスペース作りましたよね。長嶺選手のクロスも非常に速くていいボールですし、開けたスペースのところにもう一人のフォワードの杉浦選手がね入っていくと、ヘディングでね、あの一旦はキーパーに防がれるんですけども、そのこぼれ球も自分でしっかり反応して押し込んでいきましたね。まあ、クロスの質も非常に高かったですし、ここまでの崩しもね、2トップの関係で非常に良かったですよね。スペース生み出してもう片方のフォワードがそれをしっかり使うと、関係性も非常にいい得点だったと思います。大石から中、林振り向き球、決まった。金沢林の追加点、前半2点目を取ったのは金沢、2対0。カウンターのところ、ここからですよね。ここでロングボールが杉浦選手まずつながる、この時点で枚数は、ね、不利なんですけど、ここでスピードよく大石選手がかけてくるんですよね。ここをオーバーラップしてくる、でここからワンタッチつないで非常に、ね、小林選手のパンチ力のあるミートした非常にいいシュートですよね。ターンしてそのまま、またですかね、高橋選手のまた取ってるかもしれない。キーパーとしてはそこをちょっと反応づらい要素になりましたけど、ただここ林選手しっかり振り抜いた逆サイドへのね、お手本になるようなシュートですよね。素晴らしいシュートでした。長嶺、中は2枚、ファーサイド、毛利のヘッド、いやポストを叩いてゴールに吸い込まれていきました。金沢同点、アウェーの金沢追いつきました。後半頭から投入された毛利のヘディングシュート、いや、いい形作りましたね。平松選手からここいいタイミングでね、長嶺選手ファーに上げて、まあ、椿選手にねマーク疲れてたんですけど、毛利選手素晴らしいコースにヘディングしましたね。当てられながらも競り勝って、まあ、ポストに当てながらゴールに吸い込まれましたし、はい、長嶺選手もね、こう素晴らしいアシストを続いてますね。